マイケル・ P.S. ・ヘイズはアメリカ合衆国の元プロレスラー。フロリダ州ペンサコーラ出身。引退後は WWE のクリエイティブライターを担当している。1980年代はテリー・バンバン・ゴディラとのタッグチームユニット、ファビュラス・フリーバーズのリーダーとして活躍した。WWE ではドクヘンドリクスの編名でも活動した。1977年に テネシーの NWA ミッドアメリカ地区でデビュー。1978年9月から10月にかけては、本名のマイケル・セーズ名義で、西ドイツのハノーバーに遠征、トミー・ビリントン、ジェリー・モロー、ザ・ユーフォー、ミスター・ヒト、そして同年6月にデビューした国際プロレスの原、ススムとも対戦した。米後の1978年末、 ミッドアメリカ地区で、テリー・ゴディとファビュラス・フリーバーズを結成、若手のヒールタッグチームとして、頭角を表し、翌1979年に、ミッドアメリカタッグ王座を奪取する。その後、ビル・ワット主催のムズワを経て1980年下期より、ジョージアの GCW に定着。1981年に一度、ゴディと、 仲間割れを起こすも、1982年まで、同地区認定のタッグ王座を再三獲得した。1982年下期から、テキサス州ダラスの WCCW に参戦。ムズワや GCW で共闘したベテランのバディロバーツも、メンバーに加わり、トリオのタッグユニットとして、フォンエリック兄弟との交想を繰り広げた。1984年1月、 ゴディとのコンビで全日本プロレスに初来日。1月20日に、後楽園ホールで、ジャイアントババアンド、ジャンボー・ツルダのインターナショナルタッグ王座に挑戦した。帰国後の1月28日には、ジョージア州アセンズにて、テッド・デビアスを破ったとして、UN ヘビー級王座の新王者に認定されている。同年は、ゴディロバーツと共に、WWF と契約し、 8月25日のマディソンスクエアガーデン定期戦にも出場したが、メンバーを個別に売り出そうとする WWF 側のプランに反発し、短期間で離脱。10月の全日本プロレス祭来日の後、再び WCCW に戻る。1985年からはアワにも参戦し、ロードウォリアーズと抗争1986年には、 ビル・アットの UWF にも登場した。1987年は単独でベビーフェイスに転校し、11月26日に開催された、ジム・クロケット・プロモーションズのスター・ケード87には、スピングジミー・ガービンと組んで出場、エディ・ギルバート、リック・スタイナー、ラリー・ズ・ビスコと6人タッグマッチで対戦した。フェイスターン後、主戦場の WCCW では、 フォン・エリック兄弟と共闘して、ゴディロバーツと異ン試合を展開したが、ゴディの日本マット定着とロバーツの引退に伴い、1988年に第一期フリーバーズは解散する。ヘイズも WCCW を離れ、テッド・ターナーの NWA 買収で、発足したばかりの WCW に移籍した。WCW では、 ヒールとベビーフェイスの両方のポジションで活動し、当初はシングルプレイヤーとして1989年5月7日にレックスルガーから NWA US ヘビー級王座をダッシュする。その後、WCCW を共にサーキットしていたジミー・ガービンをパートナーにフリーバーズを再編。 同年6月14日にはトーナメントに優勝して、旧ミッドアトランティック版の NWA 世界タッグ王座を獲得。NWA の境外化によるタイトル解消後は、1991年2月24日に、ドゥームから WCW 世界タッグ王座を奪取した。以降 US タッグ王座を2回にわたって獲得した後、1992年末に、 ガービンが WCW を離脱し、第2期フリーバーズは解散。その後は、ポール・イ・デンジャラス・リー率いるデンジャラス・アライアンスへの加入やポール・オン・ド・オフとの抗争などを経て、1995年に怪我のため現役を引退。ヒールのカラーコメンテーターとして WWF へ移籍した。移籍後は、ドクヘンドリクスの編名で、コメンテーターやインタビュアー、 情報コーナーのホストなどを担当する一方、ロードエージェントのクリエイティブ、スタッフとしても活躍。以来、ブレッドハート時代のニュージェネレーション期から、スティーブ・オースチーンやザ・ロックラのアティテュート路線、そして近年に至るまで、WWE のストーリー構成を手掛けている。1999年には当時彼がプッシュしていた、ハーディ・ボーイズのマネージャー役を務めたこともあった。 2001年4月1日には、マイケル・ヘイズ名義で、レッスルマニア X7 のギミックバトルロイヤルに、出場。同年8月11日には、前月16日に救世したテリー・ゴディの、トリビュートイベント、テリー・ゴーディ、メモリアル賞に参加、ゴディの、息子レイ・ゴディと、新生、フリーバーズを結成して、メインイベントを飾った。 2005年12月5日の RAW では、エッジのトークコーナー、カッティングエッジに登場し、かつての名優、テリー・ゴディを侮辱したエッジに攻撃を仕掛けるも帰り、うちにあっている。2007年12月7日のスマックダウンでは、MVP の VIP ラウンジに出演して、WCCW の DVD を紹介。抗論の末に乱闘となり、 劣勢になったところを例ミステリオに救出された。2008年4月、マーク・ヘンリーに遠赤上で人種差別的な発言をしたとして60日間の禁慎処分を受けたが、ヘイズ自身には悪意はなく、ヘンリーもジョークとして受け止めたために大きな問題にはならなかった。2009年4月4日には、フォンエリックファミリーの w WE w 伝道入りの インダクターを務めている。2016年、ファビューラス、フリーバーズとして、テリー・ゴディ、バディ・ロバーツ、ジュミー・ガービンと共に、自身も、WWE 殿堂に迎えられた。ありがとうございます。